なぜ私がこの分野に入ってきたかというと、基本的に私がイノベーションが大好きだということです。でこの会社っていうのは、まあ、ユニークな会社で、実は2つの研究開発を行っています。一つは自動運転に関する AI 技術、もう一つはロボティクスに関する AI 技術です。今後間違いなくロボットと人間が協調して、さまざまなことをこれからこなすという時代が来ると思います。今後のロボットというのは、多分我々の人間と協調する過程において、それぞれが動き回る、で動き回っていろんな仕事を協調して、まあ、こなすという中で、やはりセーフティーということはとっても大事になってくると思います。これは今まで、どうしてもロボットっていうのは固定したものだったわけですが、これからさっきお話したように自動運転の車に動き回るわけですよね。それと同時に工場の中だと、さまざまなモビリティシステム、例えば台車であるとか、それから人間であるとか、なんか部品の移動であるとか、コンベヤであるとか、いろんなものが動き回ってるわけですね。でそれらを統合的にセンシングして、統合的に、認識して最適になるような、整備をする、もしくは何か突発的な動きがあった場合には、それを避けるために、そこの領域を例えばスローダウンするであるとか、止めるであるとか、今我々例えばコロナの時代にいて、で家で例えばリモートで仕事をする、家にいていろいろ食事をするとなると、今まで以上にいろいろな物流が必要になってきて、その部分については、本当に今エッセンシャルワーカーの方が一生懸命働いておられるという状態であるし、でも工場は24時間稼働できないわけですよね。で物流も24時間稼働できない、そういった環境において、ロボットと人間が協調できるような新たなファブリケーションを考えると、24時間安全に駆動できるような、そういった生産物流関係が実現できるものと考えています。